こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。夏の刺身に注意のお話です。腸炎ビブリオ菌の仲間のビブリオバルニフィカスという菌による食中毒は、人によっては症状も激しく致死率も高いので大変危険です。健康な人が感染しても激しい症状が起こることはまずないのですが、免疫力の低下している人、糖尿病の人や鉄剤を飲んでいる人、中でも肝硬変などの肝疾患を持つ人、アルコール中毒の人が全身性感染を起こすと致死率は7割にも達します。症状としては悪寒、発熱、下痢、嘔吐が現れて敗血症が起こります。肝機能に障害を持っている人で、汚染された刺身を食べたためこの中毒によって亡くなりましたが、いずれもこのビブリオバルニフィカスは温かい海水にいて、動物性プランクトンについて増殖しながら海中の中に漂います。したがって皮膚に傷があるハイリスクの人が海水浴などで感染することもあります。現に裸足で磯を歩き、貝で傷を負って感染したと思える報告もあります。欧米での感染は生牡蠣によるものが一番多いのですが、日本では寿司や刺身などを食べての感染が多いようです。統計よりも実際はもっと多くの感染者がいるものと考えられます。ハイリスクの人は牡蠣には寿司や刺身などは控える方が賢明でしょう。熱を通す場合も十分に熱を通すべきです。調理したらすぐに食べるのは言うまでもありません。また皮膚に傷があるときには海水浴は避けること、素足で海岸を歩かないことも大切です。では本日の話はこれで終わります。